ですね、まあ一応まだでかいの釣れてないんですけど、サイズ的にはまあ30センチぐらいっておっしゃったんで、ああ、これはでかいですね。気がすごいですね。やっぱり、水温がその8度ぐらい、まあ今、インレットなんで、水温が高いところ釣ってるんで、魚がまあ傷んでないし、全然引きますね。これはいいサイズですね。これはリリーサーきついな。あ、伊藤かなこれ。ちっちゃい伊藤かな、うん、違うな。あ、でも柄が、お、柄が珍しいな。これなんだこれ。結構いいサイズですね。あのね、ストラクチャーが持ってる多いんですよ。だから根掛かり注意しないと、ダメっすね、これ。ほんと、ストラクチャー多いですよ。さっきからもう3回ぐらい根掛かってますから。もう空いてるんで根掛かり取れんすけど、結構きついっすね。もう根掛かりが多いと言いがかりつけますからね。またわけわかんない。はい、一応、ネットのとこまで帰ります。これなんだ、あんまりわかんないな、はっきり。だってこれちょっといいサイズ。ただね、これ魚種がわかんないんだよね、これ。うん、なんかね、柄は伊藤なんだけど、伊藤じゃないんだよ。ほら、伊藤じゃないよね。伊藤くんだ、伊藤くん。やっぱ伊藤、うん、顔がもう完全に伊藤くんだもん。ああ、うん、じゃあ伊藤を釣るなら、あ、伊藤だ。伊藤だよ。やった、伊藤だ。ちっちゃいけど。この伊藤だったら、これぐらいのサイズ釣りごとだよ、伊藤は。うん、伊藤だ、伊藤。伊藤、ちょっと呼ぼうかな、伊藤。大野さん、大野さん、伊藤。小さいけど伊藤。やっぱ伊藤か。いや、柄が伊藤だと思ったんだけど、サイズが。よかった、伊藤釣れた。はい。これ網入れた方がいいですよね。網入れた方がいいですね。はい。はい、伊藤です。いいっすね。はい、行きますよ。はい。はい、ありがとうございます。いやー、よかったよかった。